ナイスナイス。さあ1点獲得ですね。今止まってしまいました。さあここで、ね、うまくバッ、あ、いいです、いい感じですね。さあ行きましょう。キャッチ、キャッチ、2点獲得です。あ、いい感じになってきましたね。時間もまだ1分ありました。調子上がってきましたね。ちゃんと受け渡ししてますね。さっきはずっとね、ぐるぐるして。そうですね。さあ止まってしまったという判断で、1点ですね。でも1ラウンド目に比べて運転の差ですよね。まあ、このようにね、ある程度あのプラっていうのは回数を重ねると誰でもできてしまうんですよね。そこがまたいいんですが、さらにそこから単純だけあって奥が深くなるんですが、あ、ナイスキャッチ。さあ逆方向いきます。ああ、いいですね。あ、一回止まってしまって1点ですね。これだから転がった状態で取ると2点というところで、これが重なると大きいんですよ。本当に大きな差になってくるんですね。あ、ナイスキャッチ。今転がった状態、あ、残念です。今落としてしまいましたね。残り10秒、止まった状態ができたということで1点。残り10秒、はい。さあ5秒前、もう一回、2、1、いけ、大丈夫、生きてます。やった、2点。これで中央に持って帰ってきて得点になります。落とさないでね。いやー、始まりました。見てくれと。俺の姿を見てくれ。あ、なんか裏にあるんでしょうかね。落としちゃいましたね。これを持って帰ってもらわないと得点にならないんですが、しましたね。頑張れ。これ本当は、ね、15秒経過してるとアウトになってしまうんで、残念ながら、今結構緩いんですけどね。あ、ごめんなさい、諦めてしまいました。はい、ありがとうございます。